はさあさあ皆さん準備はよろしいでしょうか。カプコンプロツアー2021中米東大会2位グランドファイナル、ジミーディアルバイソンバスルイマンダルシュ、皆さん盛り上がっていきましょう。さあ先ほどはフルセットフルラウンドでジミーディアルが勝利をもぎ取りました。その時勝利をもぎ取った金のグローブを早速身につけて、剣を担いでこのグランドファイナルやってきました。対するルイマン20、ブライアン D が駆使するガイル、そしてバイソンを叩き折ってここまで戻ってきた、舞い戻ってきたならば手はもうすでに温まっているはず。その温まった手、温まった炎をジミー DR にぶつけられるか。序盤は大幅にジミー D、 これ対策してきましたね。ブイーバがラッキーヒット、まず1ラウンド目ジミー DR が取りました。いいですね、ルイマン20今まで、空中でゲイル出した時じゃないな、サンサーラ出した時ですね、ジミーディアルが常に飛んできていたんですよ、はい、そこに対してルイマン20はテレポートでその飛ぶ攻撃にリスクを負わせているので対策はできています。なるほど、読み合いは回ってきていますよ。ただやはりマイスター止めるルイマン、ただそれでもジミーはガンガン詰めていく、歩かせない、そして投げ端から端に行ったよ。ここはサンサーラを頭突きで追い返すか、もう一丁スタンが見えるよ、どうする、もう無理はない、有利状況、怖い怖い、ずっと有利だ、どうにかしないだが伸ばした足を金のグローブが打ち抜いた。1セット獲得、ジミーディアル風が吹いてますよ、吹いてますね、 BGM もステージもバイソンステージ完全にフォームですね。そして関係ないカメラマンを殴っていくと、はい、完全にとばっちりですね。分からん、ドローンかもしれませんから。なるほどなるほど、ドローン捕まれたのよ。そうです、大きめのドローンかもしれませんから、ね、ファイツナと。さあ一旦インターバルに戻るようですね、ルイマン20。これはそうですね、だから3立てからのこれもまた負けてるわけですから、どうすんだと。うんうん、やっぱりまあコスチューム変えてけと。変えていきますか。まあ一旦ステージを変えたかったでしょうね、まずいぞと。いや、 やっぱあれじゃない、その毎回このプレショーと何かねリンクするものがあるので、うん、やっぱこのジミーはね、このカラーを変えてって最後サングラスしてこうグローブ変えてきているわけですから、はい、何かあるかもしれません。矢野さんはどう思いますか。何かあるかもしれません。うん、ちょっと何言ってるかよく分かんない。そう、今すごいスッと切り替えたなっていう。何かあるかもしれません。矢野さんはどう思いますか。はい、突き放していきましたね。何でしょう、何でしょう。矢野さんの V シフト出ましたね。はい、ありがとうございます。やられたぜ。まあ、はい、コスチューム変えるか、まあ、サンサーラがちょっと機能しづらくなりましたね。 V リバー、まあ、どちらにしてもされてしまうんでどっちとも言えませんが、割り出してきましたね、ルイマン20の二の太刀ローズを展開してきました。マジか。先ほどねフルセットでいい展開ではありましたが、サンサーラ対策もされているのを見て動きを変えてくる三段でしょうか。ローズバイソン僕初めて見るかもしれませんね。リーチが長いキャラクターであります。そして、まあ、そう飛び道具もかなり性能がいいというわけですが、バイソンに対しては抜けづらいと思うんですが、あ、 V スキルは2ですね。振ってきましたね。 FFB ピエデ、ピエデがクラッシュカウンターすると大幅なダメージになります。ターンパンチを貯めている。なるほど、見てからでもかなり抜けやすいですからね、ローズの球は。一気に有利を取る FFB、 そしてスクリュースマッシュ垂直狩り、いって勢いがいい。どんだけ減るんだ。そう、ゆうちゃんの方分身しますか。分身する暇がない。あんまりいいことが起きずに終わってしまいましたが、ソウルサテライト味方につけて攻め立てようとするルイマンなんですが、垂直を刈り取る。しかも強化ダストからダスト、ジミー DR 止まりません。スキルが相当機能してますね。そうですね、そして垂直も2連続で勝っているので強気にフリフリ成功。これちょっと結構マチキャラのローズが攻めなくちゃいけないので大変だと思うんですが、どうなんでしょうか。ステップ止めてる。マジで止めるな。有利を取る。さあ最高スパイラル、うかつに弾も打てねえ。玉抜けがないのは一応ローズとしてはチャンスなんですけどね。
オラー言うてる。オラーと無理やり拳一つで見ている。パニッシュメントは設置させません。やばいやばいやばい。いや、いいショット溜まっています。ハット、ここは連続で自分の分身とともに攻め立てる。大幅なダメージ、めちゃくちゃ減るぞ。しかし今のヒヤッとしましたね。最後トリガーゲージが消えてしまった。ここはパニッシュ設置の罠が炸裂。輝いていたソウルパニッシュがルイマンを救った。ラウンドを取り返したのルイマン。そこはスパイラルロー、長い長いリーチを生かそうとしているルイマン。パンパンチ、そしてユリを取るダスト。うわ、ソウルスパークを中継で殴る。さらにはバックステで弾を透かしながらイリジョン発動。そう、何を狙う。空中コンボでどこまで運ぶ。裏から来た。しかしよくガードしていた。 CA があります。ジミディアル、キャノットストップ。ここで大胆にも止めていく。やはりルイマンは枚数を止める。泣きなしのゲージを使ってユリ状況を作るが、飛びが交錯。グラントからトリガーはある。どこで使う、使わないのか。 V リボンを見ているのか。あ、垂直、いやー、空中スパイラルでスパークで止めた。サテライト2個、いつもより多めにスパ回しております。すっごい出ないが、ドリブマーやる気だけスパイラル出ませんでしたが OK。 お互い固まればいいという。そうですね。いや、カンニングでバイソン発動したんですがふわっと浮いてましたね。そうでしたね。空中スパイル、空中ソウルスパークエアーが発動しました。どうですね。なるほど、面白いな。結構ディメンジョン見るイメージありましたけど、イリュージョンできましたか。コンボ火力を上げるトリガーですね。分身してガードされてしまうとあまり強くないんですが、ヒット発動ならば無類の火力を誇る日本トリガー。いや、漏れてるね。スライディング出てますが、歩きガード、だんだんとルイマンが前に歩いて詰めていく動きに変えてきましたよね。そうですね。ジミー DR としてはこれでは FFB V スキル2は使えないでしょう。今までどっちかというと球を打つような動きでしたが、前に歩く歩きガード、そしてそのリーチの長さを生かして追い詰めていく。やはり強 P が強い。オーラが詰まったオーブが、あ、ローブがダメージを取る。クレイジーラッシュ、ソウルパニッシュからのイリュージョン、どこまで減る。ソウルバインド、スパイダル、トリガー終わっている。下段下段下段、歩かせない動き、ラッシュ終了。ジミディアル近づけません。最後はソウルピラストロが突き刺さった。あ、ピラストロってですねって言うんですね。非常に長い無類の長さを誇る通常技ですね。引き強系ジミディアルも困ってますね。突然のローズ EX ダスト強化当たらない。さあ確定にはなりますが、その後の判断が難しい。下段に判定が薄い。強 P を使いながらサテライト、あ、つながっている。サイドさ、ここはパニッシュ、サイド EX パニッシュ、上逃がさない。ああ許してもいい。イリュージョンを追いつくる。チュアサット、これはどこまで行く。スターンダブルアップ行くのか。行きましたね。投げ終わらない体力を終わるフィニッシュに。おやおやおや、まさかまさか、これはローズでローズがまさか並ぶのか。おいおいおい、ルイマンティヘティ、 CPT 史上初ローズ優勝なるのか、ね、なるのか。ちょっとありそうな匂いがしてきましたね。そう、バイソンのしゃがみ中 P って非常にすごい強い判定を持っていて、ほとんどのキャラクターに差し合いで有利を取れるんですけど、ローズの立ち強 P がね、バイソンのしゃがみ中 P にかなり噛み合ってますね。ローズ下方向に強いんですよ、立ち強 P が。でクラ判定がない状況があって、バカすか当たってますね。でリーチ長いんでダストに対しても噛み合うこともありますし、 FFB を使ってるんで弾も打てますしね、ローズ側が、うん、
でなんならそのさっき言ってたソウルピラストロでダストの出かかり潰すリーチの差も出せますし、ピラストロね、うん、ピラストロ出ますね。あとは今んとこイリュージョンが全部当たってますよね。ヒット発動、ヒット発動うまいね、火力伸ばしてるな、あんなに入るんだ ね、 ね、うん、ジミー TR がかなり自分の良さを叩き出せない、まあ、ここでルイマン20にリセットが見えてきましたね。いやーこいつはドキドキですね。まさか出てきたねローズが、いやまさかまさか、ね、びっくりですよ。さあどうだバイソンも、あ色変えてきました、なんかねシルバーになりましたね、はい落ち着けと、カラーを変えて心を落ち着かせる、もう言いようじゃないですか、そう星野さんが何言うのかなと。さあスナック賞後出し帝王だった、月曜前にルイマン20は早速下がる、ダストを警戒する動きを見せています。さあルキはすごい速いわけではないルイマン20のローズ、うーん立ち表ピンに差し返している。スズマイラルも一律マイナス周ではありますが弱中強の色でガードバック距離が変わります、リーチも変わる。あジミースキル変更してるね、あ本当だ、立てないと、ここを KKB やはり球打ち放題は嫌でしたね。それと中段からの発動、無理やり発動、まあ、やはりジミー DR この動きが得意ですよね。これは終わるでしょう、なんならノーゲージですがダメ押しで EX グランドから拾っていきました。フーリングなんだこれ、ジミー DR本来本当にこの動きが得意なので、 KKB が始まった今ルイマンの話が変わってきます。さあリセットかそれとも2対2に並ぶのか、ああこの人ですね、8強 P 垂直刈り取って EX スパイラル、イラストロを使いますがそのマイナス4を生かしてジミディーラーの R も技を打つ。さあ CA 圏内になった、あとはダスト CA なんかあるんですが、無理やりいった、橋が好き、投げ抜きを誘うが大丈夫、ルイマン20トリガー発動できるか、かなり苦しいぞ、ジミディアル無理しなくていいはずが、これ始まりました、あっとなるほど投げ抜け誘いですね、ただしここはジミディアルの小足が埋まっていました。並んだよ、並んだね。さあこれで2対2、優勝かリセットかというところになりました。あのソウルピラストロ引き強系は浮いてるので相手がグラップしたら遅らせグラップでも当たっちゃうんですね、あのガエルのキックと同じだ、そうですね、キックとだからそこでグラップ狙い、あとはシフト、バックステなんかも刈り取れるような選択肢を狙っていったんですが、おや無理しませんでしたね。さあこのインターバル何を意味するのか、おやおや、いやこれで、あこれでキャラ変えますかね、急にやっぱ、あでもそうだな、KKB 来てからきつくなりましたね。おや他そうですね、ブランカ影なんかを持っていますが、うん影はまず厳しいでしょうし、ブランカも厳しそうだな、ダルシムに戻す、戻るのか仙人に戻るのか、悩みどころですよね。ここはそうだよね、ここでリセットすると気持ち的にも変わるし、はい、どちらかでしょうね、ダルシムかローズか、もうここで勝っちゃって終わりたいのと、あとまた3回かやるのかっていうのしんどいもんね、地味的にはね。さあ来ました、はい、どうだローズ続投、見てください、はい、色が変わってますよ向こうも色変わったんですよ。色解説人みたいな人いますよ。どのポジションなんですか。占い師みたいな人。色変わった。あなたのラッキーカラーはみたいな。はい。はい、さあ見ていきましょう。リセットか優勝か。はい。そしてグランドファイナル最後の戦い。決め切るぞという意識が出てますね。金のグローブに。色分析に。はい。星野さんもお墨付きの金のグローブがまた出てきました。ステージは夕日の河川敷で両者が最後にぶつかり合う。この夕日が示すのはうわ、さあどちらだ、サテライトは許さない、端に追い込まれた、そうですね、サテライトはだんだんと止めるようになってきました。ジミー DR 裏から技を重ねていきます、ルイマン20クラカーン、これは美味しいんですか、ゲージはないので中段重ならず、いやヒヤッとした確定のソウルスパークを見えましたが、ダスト無理やりクレイジーラッシュ
狂った煉獄が連続技が飛んでくる。さあイリュージョン何を決める。投げは抜けない。いやこれは終わった。足りている。トーナメントポイントじゃないですか笹さん。打ち抜いた。これで優勝に手をかけたのはジミー DR。 このまま行くのか。タンパからのフェイント。飛んできました。そうスパイラル終わりないルイマン。両者初の CC 出場権をかけたこのグランドファイナル。ドミニカ共和国ヒーローはメラとカバだけではない。トリガーをどうにかしのげば、うん、3人目続きたい。そこに手をかけたジミディアル。対空からバインド、うん、EX バインド OK 拾って。タイミングがうまいぞ。イリュージョン手品のようにコンボを決める。さあフェイントからのサテライト投げ届かず。サテライトが逆に邪魔をする。こっからはもうジミーじゃないですかこれ。おーチワシだけへしはない。カウンター見逃さない。最後は EX グランドカプコンプラツアー2021中米大会東大会に優勝はジミー DR バイソン。おめでとう。